はい、皆さんこんにちは、クロウシです。ということで今回は、衛星兵の、SMG の中で一番見やすい、アイアンサイトっていう、まあ、タイトルの動画なんですけども、まあ、トップ3ですね、その中でもを、まあ、今回、まあ、いろいろね、ちょっと使ってみて、まあ、その中でどうだったかっていうのを踏まえながら、話していこうかなと思います。まあ、トップ3なんで別に順位とかはないので、まあ、単純にトップ3って感じ。その3つって感じでいきます。はい。ということで、早速、1つ目から紹介していきます。1つ目、MP34 ですね。まあ、MP34 は、まあ、見ての通り、すごくね、見やすいですね。単純に、その、配列の形が一番いい。まあ、この3本図ので、真ん中だけがちょっと、まあ、背が低くて、まあ、邪魔にならないというか。一時期ね、BF1 かなんかに全部角の高さが同じで、どこを狙ってるか分かんないよみたいな銃があったような気がするんですけど、まあそうじゃなくて、ちゃんと真ん中だけが、まあ、へこんでいて、まあ非常に見やすい、アイアンサイトですね。はい、こんな感じでしたね。まあ、反動は、結局ね、SMG のアイアンサイトというか、アイアンサイトを運用する一番大事なことって、反動が小さいことなんですよ。反動が大きいとやっぱりその上に跳ねるので、この下側を見れないっていうデメリットがアイアンサイトにあるので、敵を見失いやすいっていうデメリットが結構大きく存在するんですけど、結局まあ反動が小さい前提ではあるので、今回はハイレート系の武器は出てきません。ということで続いて2つ目いきましょう。2つ目、マブ38ですね。マブ38は、まあこの高さ的には、このアイアンサイトね、まあ、角が出っ張ってるわけでもなく、へこんでるわけでもないので、ちょっとね、先ほどのやつよりかは見にくくなってるんだけど、まあ、単純に、上が開けてる、邪魔なものがついてないっていうのと、まあ、別にさほどそれが気になることはなかったっていうところですね。まあ、横のやつが意外と邪魔かなと思ったんだけど、別に実際に使ってみると大してそういう差はないっていうか、こんな感じですね。で、そして、まあ、一番この銃を選んだ理由として大きかったのは、この横のレバーが動かないこと。これ、もう静止画じゃないですか、反動以外は。まあ、ちょっと試しにね、その、問題の銃を見るんだけど、この EMP っていう銃なんですけどね、サイトの形はすごく似てるんですよ、この2つ。なんですけど、ここが、はい、右側のレバーが動きます。これ、うざいですね、結構。結構邪魔。ということで、まあ、この邪魔なレバーが動かないっていう意味で EMP じゃなくて、まあ、今回はマブ38かなっていう感じですね。こっちの方がちゃんとな、まあ、周りの中に、まあ、無駄な動きがないっていうのは大きいかな。やっぱり、まあ、戦場全体を見渡す時っていうか、見渡しとくべきなんで、普段から。そういう時に、無駄なものが動いてると気が散るっていうか、なんか変に集中力をそがれる場面っていうのはあるので、まあそういった無駄なリソースを削っておくっていうところですね。評価点が高いのは。はい、そんな感じでした。ってことで、最後の武器ですね。最後の武器、100式。まあ100式、なんかまあ上に変なのがついてるんですけど、まあ一番良かったのは、まあ一番評価できるのは、まあ単純に、この丸と、まあ中のその角、これのね、相性がいいっていうか、この塩梅がいいんですよね。まあ、他にもね、ちょっとステンとか、その辺の武器って多分同じような形状ではあるんだよね。ほら。これこれ。こうやってなんか丸くなって、こういう感じになるんだけど、でも、なんかこの穴、なんていうの、この円の中の、この角の対比っていうのが、格式がすごく見やすい。はい、まあ実際見比べてみると分かるんだけど、はい、こっちの方がまあ角が結構その小さく出てるから、まあ、見やすいっていうか、その周りを見ることができやすいっていう感じのメリットがありますね。なんでまあちょっとね、レバーがうざいのはうざいんだけど、いや別にまあそんなにこの位置での上下であれば別にその邪魔になることはないので問題ないかなっていう。で、だからまあこうやっての見てることによって、まあ、擬似的なサイトみたいな感じで見れてるのかなっていう。SMG はね、このタイプの、サイトってすごく多くて、
まあ、どの武器だっけ、これか、ZK とかも同じような形状してて、ほら、こんな感じ。なんですけど、これは角があんまりにも長すぎて、敵を狙うときに、なんか上の、なんだろう、このアーチみたいなやつ、これがね、結構干渉してくることが多かったんですよね。あと、単純に角長すぎね、これ。持ってみた、半分ぐらいで角長さ。だったら使いやすかったね。とかで、ちょっと見にくかったんで、まあ、今回は、百式を選びましたと。いう感じですね。はい、お分かりいただけますか。まあ、これで納得していただけたでしょうか。まあ、個人的に、ね、選んだランキングではあるので、まあ、皆さんね、もっと、その、個人的な、その、なんかこっちの方が見やすいっていう意見はあると思うんですけど、まあ、僕的にはこんな感じだったかな。MP34、マブ、百式。まあ、なんか、勝手になんか新しめの武器を選んでしまってはいたんですけど、まあ、この辺の武器とかはまず見にくいとは言ってないんですけど、まあ、どうしたらやっぱ邪魔なものが多いかなっていう感じがしますね。はい、そんな感じでした。できれば横になって、こういう武器とかも良くないと思うんだよね。この横になんか出てるのと、その手があるのとか結構邪魔っぽいから、まあそういうのも含めて今回は評価しました。はい、って感じでちょっと今回短めの動画だったかなとは思うんですけど、まあ自分が気になったのでやってみました。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。